次の電車は4分後ですね。だいたい5分間隔ぐらいでこの池上線を走っているので、すごいサイコロしやすくて巡りやすいなって感じです。でさっきの蓮沼さん、微妙な、どうなんですかね。ちょっと強引でしたかね、名称としては。でもこの辺本当にね、住宅しかないので、何もないっちゃ何もないんですよ。まあ、まあいいでしょう。もしこれでフレーム等ありましたら、何なりとお伝えください。ちょっとまた別件で、違う路線で最高のたり、もうちょっと熟慮してしようかなと思います。もうだんだんね、こう3時間ぐらいこうやってると、だんだんもうほぼ座ってなくて、歩きっぱなしなんで、だんだん力がね、つけてきましたね。最高なんかな。進んでいく様子もご覧いただければと思います。じゃあこのね、電車に乗って西川台まで行こうと思います。さあというわけで石川台に着きました。またあっちの向こうにね、珍しいです。あれも復活の電車の復刻版と装置で、ね、してきました。この駅も2面2線の相対式のホームで上がってまして、開業は1927年ですね。昭和2年に開業した駅です。でこの駅ね、結構特徴的があって、こっち側はね、その山を切り裂いたところを走ってくるんですけど、逆にこっち側は、陸の、陸というかね、築堤を、作って走ってるということで、結構ここはね、谷と山の境目にある駅というかでございますね。で今回こっち見つけたんですけども、その谷のね、端っこに、あ、何言ってんだろう、山の端っこにある、まあ第一の端っこですかね、神社があるらしいので、そこに行ってみましょうかね。この辺の駅にほぼ確実に何かしら商店街がありますね。もはやこれでもいいんじゃないかと思ったんですけど、もう商店街で散々パラ上げてきてるんで、もうさすがにこれ以上ね、商店街はもうネタ切れってことでやめときますが、駅名がね、石川台と台というだけあって、こういう魚の売るパーキングの、ね、魚の町がね、坂が結構多い町に上がってますね。というわけでちょっと坂を登って、そのね、目的の神社に行ってみましょうかね。着きました。これが池ヶ谷八幡神社というのは、この辺の八幡宮ですねというところです。でここのここが坂に山道になってまして、でここの境にあちら側はですね、ほぼ平地になってます。まあ、この辺続いて詳しく見ていこうと思います。で大体ここの創建が、まあ、江戸時代か室町時代かその辺らしくてですね、かなり歴史の古い神社になってます。ここはあれですね、八幡宮ということで、天神さんもいる、菅の下にお祭る、学業の神様ですね、そちらも祭っているみたいですね。なんで、ね、この町にこんだけ坂が多いのかということなんですけども、ここですね、武蔵野台地というかなり大きい台地、まあ、関東平野ほぼほぼその台地なんですけども、その台地の中にありまして、ここは台地の結構端っこになります。でそのちょっと先の方で、あの辺に飲み川っていうですね、川があるんですけども、それがね、この辺の、山を削って、結構この辺の、ね、地形を作った川で、その川が削っていって、どんどんあちら側の方は、低い土地に、逆にこちらの方は武蔵野台地という結構ね、台地の端っこになってますので、ここは削られずに、そのまま残ったと。で、その、境目にあんな感じで、段差が生じて坂が多い町になってます。雪ヶ谷というこの辺は地名があるんですけども、その雪ヶ谷の谷は谷という名前ですよね。この辺が谷が多いところ、まあ、要はその飲み川が作った谷によってこうデコボコした土地になっているという感じですね。まあ、その関係で、こういう大地が生まれていると。で今回なんでここに寄ったかというと、まあ、ここにですね、そのね、ちょうどその大地と河川で、ね、谷底の地形のところの境目にこの神社があったので、ちょっと寄ってみたとしてでございます。ちょっと早口になっちゃいましたね。まあ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 、これで伝わればいいなと思います。なんかちょっとチリっぽいことしてみました。まさにあそこが谷とこの大地の端っこにのあれですね、境目というわけです。さあ、石川台この辺にして次の駅に行きますかね。さあ、というわけで石川台駅に戻ってきました。サイコロを振りましょう。でね、次ね、ここは先に旗の台という駅があるんですね。そこはあと大井町線との接続があるんで、3以上出れば乗り換えかどうかっていうところにやってきます。そこで乗り換えられると一気に中央林間がね、先見えてくるので、乗り換えたいですね。まあ、まずはここで3以上出す必要があるんで、まずはそこでね、3以上期待してサイコロを回そうと思います。では振りましょう。お、4来た。4。お、これで旗の台行きますね。やったね。よし、これでどんどん中央林間が近づきました。じゃあ次は旗の台に行きます。ま
あとやってみるこの練習になっていきまーす。すぐ来ました、電車。というわけで鳩の台駅につけました。鳩の台駅こんな感じですね。屋根とかもう側面とか全部木になってますね。これ何かっていうとね、木になるリニューアルだっけなっていうことでですね、2017年から東急線をやってまして、この他の駅ですと戸越銀座駅がこんな感じになってるんですね。あのね、もはやね、この駅自体が名車として捉えてもいいのかなと思って、私はもうここを名車にしようかなと思ってます。ちなみにここは池上線の方は、その相対式の2面2線の駅、まあ、よくある駅ですよね。であちらの大井町線は、2面4線の島付きの2個ありますね、ホームになります。まあ、駅の外にもこんな感じで生まれ変わっても木の根っこがあったかいということで、気になるリニューアルということで、こんな感じで2019年になったんですね。こんな感じの駅です。でこの木になるリニューアルなんですけども、なんかですね、材木を、ね、使ってこの森林の、ね、整備と林業の振興を向けてこう作ってるらしいですね。で今度この多分もうできてるのかな、長原駅もこういう形になるらしくてですね、まあ、今後しばらくこういった駅が増えていくのかもしれません。じゃあ鳩の台の駅の紹介はこんな感じにしておきまして、次のね、今後、ここから先ほどの池上線をそのまま行って五反田に行くのか、大井町線に行くのかというところですね。でこのままね、五反田に行っちゃうとまた折り返して鳩の台に戻ってくることになるので、もうできればここで大井町線に乗っちゃいたいんですよね。なのでここで奇数が出れば大井町線に乗り換えできるので、それでね、中央林間方面に行ければなと思います。ではサイコロに振っていきましょう。さあというわけで運命の乗り換えどうでしょうか。奇数出ました。とりあえず大井町線にこれで乗りますね。で今度はですね、この大井町線どっち行くかですね、大井町方面に行くのか、この中央林間方面に行くのかなんですけども、でこれが偶数が出れば上り、まあ大井町方面ですね。で奇数が出れば下りで中央林間方面なので、ここもね、また奇数が出ればいいなと思うんですけども、そんなうまくいくんでしょうか。まあやってみましょう。さあ出るんでしょうか。ドン、お、1、おお、1、やった、あ、よかった。というわけで今無事1出たので、大井町線中央林間方面にまた行けることになりました。さあ問題はここですかね。とりあえず次どこまで行くかですね。どこまで行くかもやってみましょう。どこまで行くか。さあポン、2個しか進まない。どこが2個先って、どうはないな、2個先、まあそんな遠くない。北千住、あ、大岡山ですね。大岡山ならなんかあるでしょ、目黒線とも接続するんで。じゃあ大岡山に行きます。